こんばんは。あ、目が綺麗。嬉しい。東京にいます。前乗りしました。無音でありがとう。ありがとう。明日は僕の太陽公演です。楽しみ。お、くるくるタオル振ってくれるの？嬉しい。待ってる。先日半田でめちゃ目が合った気もしました。ありがとうございます。こちらこそありがとう。ちょっとお腹空いたんです。ちょっと4時間はやっぱ長かったんですね。今日は寝れなくて新幹線。あ、明日行きます。待ってるよ。セットティース届いた。あ、アイメイク違う？アイシャドウの色を薄くした。移動中はヨーグルトだけ食べた。とリンゴ。こんばんは。こんばんは。ちーちゃん、やったね。ハイツ伸ばした。セータンティどこにいるんだ。セータンティ今日美女いいかも。明日にしてくれよとか思うけどね。明日にしてくれよ、美女いいのは。まあ今日あんまり食べなければむくまない話なので、大人っぽい。やったね。生誕ってうちに会いたくて届くようになったからオンライン後になっちゃう。あ、マイチいい。あれ NMB のコンサート帰りにくるくる見てしまった。それはそのくるくるを見かけたってこと。くるくる変な顔してなかった。大丈夫、くるくる変な顔してなかった。それに関してはブサイクじゃなかった。こんなんじゃなかった。あ、今日も優しい。明日は今日より美女いい。やったね。明日の雨が降るみたいな。明日髪型迷っとんよね。いつも話しちゃうけど、いい女風。今日届いた箱はセナティ、お、 T シャツ一緒に着ましょう。最近のくるくるのインスタ X なかなか楽しませてもらってます。お、よかった。インスタと X 頑張っている。頑張って更新している。明日は緑と黄色、間違えた、緑と紫フリフリします。ありがとう。楽しみ。見つけちゃうやで。カシャリと、日増しに可愛くなっていく。マジ。あと今日リールも良き。やったね。靴下も今日見て、このパーカー新しく買ったんだ。まああんま見えんけど、しかもめっちゃ黒だし。靴下も可愛かった。やったね。靴下ちょっと見てなんかダサいかなとか思って見て、これほらちょっとさ、夜の闇に消えていく。
たいな。っていうのはまあ嘘なんですけど。明日 B 列にいる。お、え、すごい。私昼夜待っとるね。待っとる。ま、トルガイアルスラン。よいしょ。家事クルマ？いい。クルクルも最近ちょっとハマっとんよね、カジュアル。え、クルクルもう、当たり前にもうこれ長袖なんですよ。確かに、ビギナーみたい、確かに。パーカーフードかってなんか、かわいい。かわいい。暑い、ちょっと。ちょっと暑い、ちょっと暑いよね、長袖。最近のクルクの感想、白？白い？嬉しい、ちょっとさ、頑張ったんよ、日焼け対策。日焼け対策頑張ったけどさ、嬉しい、嬉しい。明日さ、これは撲退中ですね。10月8日の僕戦チケット、お嬉しいだけ。明日沖さんの舞台見てからくるくる髪、お嬉しいだけ。沖さんの舞台もあるのか。くるくるシックな色の方が服は、でもくるくるはお話し会とかでは色を着るようにしてて、プライベートではシックルクル。でも、サーヤンさんと遊ぶとか、なんでサーヤンさんあげたんかみたいになるけど、サーヤンさんと遊ぶときとかは、インスタ用の写真を撮ったりするので、こういう、なんか可愛いふわふわ系の服を着るとか、マジのプライベートもただ映画見に行くだけとか、今日みたいに移動だけみたいなときもしっくるくるで、お話し会のときとかは、毎回ちょっと雰囲気を変えようかなって思っている。いらっしゃい、やったー。明日の昼は私立センターよろしく。夜は遥か雲の上吹ける。全然近いよ、絶対。ちょっとスタンディング楽しみ。あ、今日は無料チケットでレジに入ってました。無料チケット。女子はスタグル空いてるからご飯食べに行ってる。あ、そういうことか。空いてる？空いてるか。空いてるじゃなくて。よくよくレジーナさん。これ、さん付けもついてる。レジーナの試合も見に行きたいんですよ。レジーナさん。あ、紫似合う？やっぱね。東京公演、楽しむ。なぜか僕の対応、東京の僕対応当たらない。あれか、着席かな？着席が当たらないのかな？スタンディングは？ガーリー？そう、TPO？ そう。誕生日プレゼント3個ありがとう、嬉しい。ひるゆるともスタンディングだけでよろしく。あ、よろしく。どこにいても楽しめるよ。あ、10月19日の福山美術館待っとるよ。君は僕と会わない方が。ポテチ食べたい、食べた。よかったのかななんて思う。夕暮れの街。明日オンラインないんですよ。人混みに紛れ。アムレの洋服、サーヤンさんが店長するとこですね。この曲めっちゃ、え、いいよね。君は僕と会ってしまって回り道したかもしれない。僕よりもっと大人の誰かと恋をしてたら。目が好き。今頃生誕って言ってなかったんで、くる
黒でいきます。お、黒でも嬉しい。黒でも見つけちゃう。明日の夜は最善神神でクリスマスイブプレゼント振りまくる。あ、嬉しい。え、ナイクル、あ、今日ナイクル、今日ナイクルなの。レジの試合、あ、見た。竹内先輩いいよね。ラビュー竹内先輩、サヤさんに服の子を相談したりしている。あ、綺麗になった、嬉しい。レッスンは見えた？くるくる生命線短いんですよ。目線が描いた。お、嬉しいですね。ナイクルナイサー、ナンクルナイサー。ラジオくるくんもありがとう。楽しみですね、明日は。ちょっとまだちょっと緊張するんですけど。ビンゴビンゴ、あなたにめくり合えた。明日行きます。かなり後ろだっけと思うけど、声出します。嬉しい、待っているよ。あ、お腹すいた。新幹線移動のルーティーン、新幹線はね、くるくるあんまないね。でも今日はあんまり寝んかった。今日1時間くらいしか寝なくて、 SNS 更新してデスノートを見てました。デスノート、くるくるのディフェンスのファン。傷つくの過去は肩から先に誰かを、いいよね。傷つけた、うん、ディフェンス、あ、知らないくせにが好き。あ、そこ頑張ったよ。なんか難しくない？あそこ、あのさ、私のこと何も知らないくせに、とか、出しにくい、どうやって出すみたいな感じの歌なんじゃけど。あ、それだけで無事到着。次回公園で来てくけ。嬉しいっけ。嬉しいっけ。で、前髪ちょっとそう、フィットしていきたい。祈るように腕に抱かれてた私なんて、放っておいて、キスをすり抜けた、諦めて、その女じゃないの。今日髪もうしとらん、もうしとらんよ。今日インサイライト2を見てきました。あと午前中、それ今日はめっちゃ時間を有意義に使うことができたなっていうふうに思いました。知らないという言葉の意味間違えていた。いつも買いの前提として今日めっちゃ買い。やったね。これ明日お願いします。明日もこのくるくる、今日のくるくるでお願いします。それでは15分経ったので、スクショタイム、あ、一瞬スクショタイム。
ミニトマトってなんだし。それではアフードクルクル。マゴマイクで役がもいい。やったね。やったね。多分またあとこれまた後で配信できると思うんですけど、ちょっと一旦しておきました。それでは何時から配信できるかちょっとわかんない。壇上を読みたいと思います。13位、クロリンパ。あ、ちょっと待って、一回告知タイムさせて。告知タイムは、明日 は僕の太陽公演があります。ぜひ待ってます。スタンディングも今着席は完売で、スタンディングはねまだ余ってるんですけど、ぜひ楽しめるのでスタンディングも待ってます。配信はナッシングです。そしてお話し会再販中です。オンラインお話し会、コスプレします。ハロウィンの、ハロウィンのね、ハロウィンじゃなくてハロウィン、待ってます。それでは壇上13位、ダンスありがとう。12位、ヤッシーありがとう。11位、福ちゃんありがとう。10位、ケータありがとう。9位、黒田花子ありがとう。8位、ルアンありがとう。7位、窓際ラバーありがとう。6位、奈良西ありがとう。5位、土駒ありがとう。4位、ウォッカありがとう。3位、福山のタコありがとう。2位、アッキーありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパーン、トマトポありがとう。トマトポありがとう。明日も待ってるね。皆さんありがとうございます。また後で多分できるので会いましょう。おやすみ、ミートボール過去一応おやすみ、ミートボール未来で待ってる。浜田響に写真を撮ってもらったので、またインスタの投稿の素材ができました。あと動画も撮ってくれたので、浜田響がディールも第2弾来ちゃうかも。アスペロシク、ただいま。タイプ嬉しい。あと浜田響はお姉さん、お姉さんって来た人をあ大丈夫ですって成敗してくれました。かっこいい、かっこいい浜田響、あ大丈夫ですって言って成敗してくれました。一瞬で。って言った。ひーちゃんありがとう。あ、届いたから洗濯中。お、早いね。いいね。嬉しい。ナイヒー。こんばんは。2回目の配信です。食べ過ぎた。
君のことが好きだから、僕はいつもここにいるよ。ひとこみに紛れて眠たそう。弱眠たいね。明日の遠征準備、あ、準備最高、待っとるよ。ハンバーグ食べた。なんか今からはいかに明日むくまないかをこう頑張る。すべての方法、配達の営業所に直接生誕手伝を受け取る。あ、いいね、ありがとう。ギフタンメンチュリー、何それ、モモコタンメン、ギフタンメン、ギフイフ、ギスギス。配信通知来ると嬉しいけど、今日は2回待って、ラッキーラッキー。うん、早寝しようか。でも明日電話、ちょっとマネージャーさんに電話お願いせんといけ。くるくる最近一人部屋で、そのホテル東京に限らず、まあ一人部屋で、で次の日集合とかある時は絶対この時間に起きてなかったら連絡くださいっていうのを送って寝ます。それがもう集合時間とかじゃなくて、集合時間の30分前、1時間前ぐらいに言っといて、この時間に私は起きるつもりなので、私から連絡が来なかったら起きてないってことなので、 LINE 電話してくださいって言って電話をしてもらいます。でも電話かかってくることはない、自分で起きてるから。起きてますって LINE する、起きたら。明日の昼公演と夜公演は何するか、確かに確かに。渦巻き女が最近いつも私がいない公演でいじってくるって後に言って、渦巻き女だと渦巻き女だと。いいよ、明日は一回も名前を挙げないであげるわ逆に寂しいんじゃない。あと20分ほど誕生日、おおめでとう、くるくると近いね、おめでとう。生誕って届いたけど、明日の公演で切れるお話し会できた方が、え、どっちも嬉しい、どっちも嬉しい、どっちも嬉しい。生で見るのも確かに、すぐ、あ、もう生誕がいつになるか分かんないからあれなんだけど、すぐに見れるのがキンキン出したかも。めっちゃ声がする。めっちゃ聞こえる声が。ホテルの時は床で寝んけど、椅子に座って寝る。椅子に座って布団にこう倒れ込む感じで寝る。保険かけとく。果てじゅうキュンキュン、あ、やったね。うすまき女やばいよね、うすまき女。今日誕生日なんで、ラストアラサオツと言ってください。いいの、ラストアラサオツ。これはこれ言わされてるだけだからね、これ私は言ってないからね。うすまき女、昔のカメライダーの時、確かになんか嫌だ、渦巻き女。渦巻き女。あ、明日来てくな。嬉しい。L? デスノートの？椅子に座るのは起きるための睡眠？いやもうそうよ。こういう集合、自分で起きないといけない日は、起きるための睡眠をとります。宿の部屋着、え、いつもブカブカ。まつげも急に上がっている。今日の髪チェーン、やったー。じゃあ明日もこれでお願いします。神様、
ぐるぐる女。明日昼公演。あ、待っておる。ぐるぐる。うずじょ？うずじょやばい。前髪切ったよ。でも前髪もマネージャーさんにパッツンと分けるのどっちがいいと思いますかって言ったら分ける方って言われたので、まあ、パッツンになることはないと思う。今の期間だけだから明日もこうやってフィって多分分ける気がする。まつげ濃くてアイラインって、え、そうなんよ。くるくるさ、こうまつげの密度があるおかげでアイラインしてないのにここが黒く線引いたみたいになってんの、すごくない？でも私のまつげって一列に生えてるんじゃなくて、なんか何重にも重なっててちょっとやだ。こっちもここら辺は引いてるけどここは引いてない。グルグじゃ寝るね。早っ、もう寝るの？あ、今日2回目だよ、2回目の配信。あ、パツかわいい、嬉しい。髪切った浜田響き感想いいじゃないですかみたいな。朝の風調べたら後ろもいいね、いいね。多分幼く見るのパッツンだから。アイドル仕事じゃない撮影が仕事がいたら今みたいな。あ、あの グラビア系ね、パジャマ系とかのやつね。確かに。あ、生誕ディが届くと通知。あ、いいね、いいね。そう、アイラインイラスト。あ、綺麗な顔してる。やったー、嬉しい。あ、初めて来たよ。明日行くね。お、いいですね、楽しみですね。東京のファンの方なのかな、 AKB さんのファンの方とかかな。ありがとうございます。確かに壁ドンアングル。おい、セタンティーもラフルの毛元でハッピーハッピーハッピー。髪入れてしまってくるくる、わかんないな。僕体か、ちょっと待って、もう一回待ってね。お昼ご飯は、間違えた、夜ご飯はハンバーグ食べた。ハンバーグ、ガスト、ガスト行った。東京まで来てガストで、ちょっと待って、答えは で、リオツンが一回パスタ頼んで、で、私とユウナンがハンバーグにするって言ったら、私はやっぱハンバーグがいいって言って、店員さんにパスタキャンセルでって言ったのに、パスタそのまま届いて、パスタとハンバーグどっちも食べる羽目になってた。すごい、なんかもう店員さんはさ、何をしたんかなって話。店員さんはさ、パスタキャンセルでって言われて、はいって言って忘れたのかなえってなったもん、みんなこれはって。生誕に連れて一線を越えちまった。え、推しに確定みたいな。そう、めっちゃ食べる人みたいなってとなってたの。パスタの料金取られた普通に。だからみんなで協力プレイで食べた、パスタに関しては。なんで来たみたいな。ちょっと待ってよ、僕たい。そう、なんか下げてもらうなんか申し訳なくて。そう、トゥルルトゥ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 ルが、紙でしょ。紙手でしょ。下手は真ん中でしょ。作り終えるくらいにキャンセルしたわけではないない。もう頼んで3分ぐらいでキャンセルって言った、キャンセルって言って、はい大丈夫ですっ
って言われたのに来た。でユニットは、ユニットは正直どこも行くな、神も下もある。でどこにいても僕は君を見つけるから、おたぼどこにいても、私は君を見つけるから、アイドル棒そのまま返せよ。アイドル棒でくるくるもどこにいても見つけます。スタンディングでこっそり、あ、ありがとう、こっそりじゃなくてもいいんだけど、ね、で、あ、後半は電票キャッチされてなかった。アイドル棒やばい。あれ後半は、あ、神、神、あ、これ今全部さ、全部さ、ちょっと暗記してないけど大丈夫、暗記してないけど、神、そんなこんな、しもデジャブ、しも神、しもしも夕日、しも、セクシーなやつ、セクシーなやつはどっちも、パスタ持ってきた人は猫のなんか機械みたいな機械あ、そう、私神様、あ、レイダウン、ちょっとタイトルがもうちょっともうくるくる今頭回ってない、レイダウンでアンコール、あ、もうレイダウンからアンコール、なんかここが死も僕対神、うん、どっちも行くかな、でも神の方が多い気がする。神、しもしもしも両方しも神、コマンド、コマンド、かのくんがすごく可愛い、好きになってもいいんですよ、そう、神様だからね。あ、トゥ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 、教室から、猫配膳ロボ結構後輩のチェーンで採用されてる、え、そうなんだ、なんかそう、猫配膳ロボット譲り合いしてた。でも効率がいいのはどっちなんだろうね、猫ちゃんロボットなのか人間なのか。最初神、神、死も中間、ユニット明け神、中、下下、アンゴラ系、下下、神、あ、じゃあ結構どっちも言ってる感じか、どっちも言ってる、歌だからポジションを出すよ、予習タイム、いいよね、いいよね、いいよね、ディフェンスに集中し、全集中、お、そこにかけていく、中央も嬉しいよ、自らとおばあさん猫型ロボット、そんなんいるの、うん、そんな自動で通路丸ゴミ箱、かわいそう、なんか猫ロボットは欠勤もしないし文句も言わないし、かわいいし、決定が確かに
言われたら確かに。でもどうする？意思を持ち始めたら、うーうーと言って、うん、黙って言うこと聞いてれば何でもやると思うのよとか言ったらどうする？普通に怖くない？僕は世界を滅亡させに来たんだ。ニコニコ配膳してると思ったら大間違いだぞとか言って、寝転ぼに苦戦してる老夫婦見た店員が猫の前から取って配膳してる猫来たけど猫の子人間がね手伝っていく。意思を持ち始めて勝手にパスタ、やばい、パスタです、パスタでパスタ5個ぐらいとか、怖いよ、怖すぎる、怖すぎるよね。映画の見過ぎ、それはそう、それはそう。猫型ロボットが進化したドラえもん、ドラえもんみたいにさ何でもしてくれるのかな。我が輩はロボである。敬語でお礼を毎回言います。ありがとうございます。ありがとうございます。でもあの配膳ロボットの音聞いてたらもうくるくるもう、はぁ、あ、待って待って、もう、食事が近づいてきた。黙ってパスタ食べろ、人間ども。人間どもは黙ってパスタを食べていればいいんだ。僕に指図しようなんて100億年早いとね演技リアル見すぎて、そういう系見すぎて。神戸を邪悪な、邪悪だよ、もう普通に意思を持った瞬間から邪悪だとくるくるはもうドラマの世界に入り込んでるから。逆に何でもしますとか言って、本当に恋とかあるんだよ、恋、恋する、 AI に恋する事件。僕はあなたと一緒に仕事をしていくうちに好きになってしまいました。僕の寿命は永遠です。あなたも永遠に生きられるようにしてあげますって言われるかも。あ、大丈夫です、あ、大丈夫ですって、すいません、ごめんなさいって言ったら、振ったら、僕を振るなんて100億年早い、私は世界を滅亡させに来た。これ全部全部ここに行き着くで、そこでもし付き合ったら、僕と付き合おうなんて100億年早い、これから僕と一緒に世界を滅亡する旅に出ようとか、どう？いいんじゃない？ロボのまで、うまい自信ある、うまい自信ある。配膳ロボ通して恋、やばいやばい。 VTuber さんのファンも最後は声優さん、あ、やっぱそうだよね、声が好きだもんね、多分声が好きで。ターミネーター見たことないよ。でも、なんとなくは知ってる。ロボットが反乱。怖いよね。絶対あるくない？何年後かに。人格をコピーされて代わりのロボ使えて本体っぽい。僕、あなたの人格をコピーさせてもらいました。あなたはもういらない。僕がこれからは生きていくんだ。ぽい。どう？ありえそう。アンドロイド役でロボットと恋するクルクルの映画だとクル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 、ロボットを好きなんだけど、配膳ロボットが好き。もうクルクも、あなた配膳しかやってないでしょ今までって、今まで何してきたの、あなたは配膳だけでしょ言っちゃうかも。配膳しかしてないのに世界滅亡なんて言わないで。そしたらどんな口、なんて口を聞くんだって言われる。
ターミネーター2はお前が一番好きな洋画モデル。やっぱ面白い？ターミネーター一と二だけ見てみたい。配膳だけだな、待って、配膳しかしてなくないって言って、で配膳してるって言っても人間があなたたちの上に置いてそっから持っていくだけなので、それはあのこう夫婦で言ったらゴミを部屋から外に持っていく行動しかしない人のことを言うね。なんか言うやん、なんかさ夫婦喧嘩とかでさ、ゴミ捨てに行ってるやんみたいな、いやあなたが言ってるのは部屋からゴミ袋を持っていくだけの作業だけど、本当のゴミ箱を捨てる、ゴミ家のゴミを捨てるは家中のゴミ箱をちゃんと袋に一つにまとめて結んで、そこでやっと持っていく作業ができるから、そこまでやって一人前、持っていくだけじゃダメだみたいなのと一緒で、あなたは食事を運んでいるだけで、それ以下でもそれ以上でもないみたいなこうあのヒューマンドラマになっていくよね。ホラーかと思いきやヒューマン、そして配膳ロボットは学ぶ、なるほどって、よくしてるな。やっぱある。あ、チャッピーって映画、そのあるの、そういう映画本当に。そう、分別が一番大変みたいに言うよね。深い展開急にロボット素直にもう私が作りたいように話作ってるからさ、素直になってほしいところで素直になるよねおもろい。サイさんもタミネーター好きなの、気になるな。たくさん映画見てるだけあって構成うまいじゃろ、ちょっといけるかも、作れる。あ、57分やばい、変な話して終わっちゃったんだけど、2回ないし。配膳ロボットについて。喋っとま、じゃあ、まあ、もう一回超一瞬スクショタイム。スクショタイム終了です。明日は僕の太陽公演よろしくお願いします。2回目の配信も見てくださってありがとうございました。明日くるくるがちゃんと朝起きれるように祈っといてね。それでは13位ウォッカーありがとう、12位ハマーありがとう、あ、変わっちゃった、13位ハマーありがとう、12位ヤマタカありがとう、11位オロチありがとう、9位あ、間違った、11位の次は10位トマトボありがとう、9位福ちゃんありがとう、8位キュエルありがとう、7位ルカありがとう、6位オーツアットンありがとう、5位ケイちゃんありがとう、4位新潟のレオナありがとう、3位ヨハありがとう、2位ヤシエゾンビありがとう、そして1位はドゥルル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 パーンピョンピョンありがとう、ピョンピョンありがとう。私明日朝配信じゃん、起きれなかったら、起きれなかったらごめんなさいなんですけど、朝配信します、する予定です、頑張ります、起きます。それではおやすみー。